今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。マジだ。ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な山。あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。ああ、楽しみだな。ようやくここまで来たか。軽く休憩したら出よう。ガーディナまでもうすぐだ。あっちに着いてからマッサージでもしてもらおうぜ。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。よし。好みの品を選んでくれ。また来いよ。そうか。どうしたイグニス？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。あ、今日は船が出てないんですね。いらっしゃいませ。またお越しくださいませ。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ？そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか？え、マジで？出ねえよそれ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな？そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。お腹すいた。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてる。気になんなら受けてこいよ。全然気になんねえし。面白そうじゃねえか。じゃあお前が行けよ。俺は磨く必要ねえだろ。じゃあプロンプトな。じゃあ次の機会に。やはり運休か。ああ、船いないよ。なんで？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に規制されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だから色々知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。俺が乗船手続きしといてやるから。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。オルティシエノだ。ようこそお越しくださいました。ご注文をお伺いします。で、何が聞きたいの？倒してくれればありがたいけど。よろしくお願いね。それじゃ頼むわね。よろしくお願いね。こいつ強いらしいわよ。どちらを召し上がりますか？怪我だけしないようにね。いらっしゃいませ。かしこまりました。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。まだ火高いぜ。まあいいんじゃね。うまく取れてるな。いい朝だな。ああ。この辺で取ろうぜ。いいね。ここで取るよ。じゃあ取るよ。お、いい感じ。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？じゃあ頑張ってくれ。おい、これ見てみろ。どうした？だな、僕と。まずい、切られるぞ。やったな、おい。LINE の交換まだいいの？れはすげえのかかってんぞ。ノクと巻くのやめろ。弱ったラインは早めに交換しないとな。ノクト、ラインが弱ってるぞ。お兄ちゃん、また来たね。またよろしくな。あ、何か必要になったか。前通り。じゃあ頑張ってくれ。じゃあ腕試しだ。ねえ、いつまで釣るの？ほっとけ。あれは取り込み準備しとくぞ。すげえの釣れたな。あんま巻きすぎんだ。ロッドを魚に向けるんだ。あんま巻きすぎんだ。ルアーなくなっちゃったね。LINE の交換まだいいの？スタンドってどこも同じ感じなんだな。同じっつうか旧世代の形だろあれ。オートでは確かに見なかった。あの空気がいいよね。やってやるか。Go! したからな。ジャケット脱いだらどうだ。何のゲームの呪文だよそれ。今日はここまでにしたらどうだ。日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。みんなで写ってるのっていいよね。タイミングバッチリだぜ。なんだ、また早起きしろって怒られたのか？ああ、早起きできるようにか。ノット、明日の早朝海岸にトレーニングしに行くぞ。仕方ねえな。それじゃあ明日早朝に起床な。しっかり起きろよ。あそこが良さそうだな。こっちだ。どこだよ。トレーニングって何やんだよ。ま、せっかく砂浜があるからな。走る。はあ？そんだけ？ま、走ってみたらそんなことも言ってられねえさ。砂浜ってのは走るのがきついからいいトレーニングになるんだぜ。早朝だしな、体を起こすにはちょうどいいだろ。どうせなら勝負にするか。勝負？お前が負けたら毎朝俺のトレーニングに付き合ってもらう。どうかな？マジかよ。絶対負けられねえし。あそこがゴールだ。それじゃ始めるぜ。よースタート。グラディオのやつ速え。そんなんじゃ負けちまうぞ。楽勝だな。なかなかやるじゃねえか。よっしゃー、やるじゃねえか。まあ早朝から砂まみれになって帰りゃイグニスも何も言わねえだろ。すげえ特訓しましたって顔しとけよ。なんで早朝にって思ったらそういうことかよ。ま、早朝の景色も意外といいもんだな。それだけでも早起きの良さが分かりゃ十分だ。じゃあ帰るか。今日はよくやったな。ちっけえんだよ。やればできんだ。準備はできているか。ああ。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外となればこうなんだろうな。まあ、あんなノリの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。ここからどうすんの？へえ、綺麗な色してんな。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。いい塗料になりそうだな。準備はできているか。あ、行こうか。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。暑いな。だな。猫。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？じゃあ腹減ってる。減ってんのか。分かった、ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌が近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。おー、にゃんこのごちそう。ほら釣ってきたぞ。魚嫌いなのか？ああ、レストランに行ってこいと。ああ。ガーディナにようこそ。いい匂い。おかえりなさい。へえ、やるじゃない。本日はどちらをご用意いたしますか？メニューはこちらです。悪さしてるのはこいつらね。またいらしてくださいね。あ、届けられないぞ。今日は船が出てないんですって。向こうの港で。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報。君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨。あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝。はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど。宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。お腹いっぱい。あ、参ったな。荷物を届けられないぞ。ごこ猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あ、いや、あっちに猫が。冗談よ。事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を1匹調達してきてね。このお魚、僕の大好物に決定。あら、ほんと？お肉よりおいしい？それだとお肉だけどね。うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしょ。お帰りなさい。またいらしてくださいね。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。持ってきたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう。執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。ガーディナにようこそ。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。ご苦労様。船明日にはちゃんと出るのかしら。まいったな。荷物を届けられないぞ。今日は船が出発準備できたって。マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。ああ、あ、おはよう。イグニスはすぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートはバカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ？ああ、みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。見える場所に出るだろう。帝国軍だ。このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。もう停戦もなんもねえからな。ほっ、Yeah! どうなってんの？丘へ上がろう。ボートが見えるはずだ。魔導兵だ。中身は人間じゃない。容赦なく攻撃してくるぞ。終わりだ。協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナフレーナ様のご逝去が新たに確認され、消すな。ごめんいらねえよ。今どこに？外だよ。そっちに戻れない。ああ、はあってなんだよ。何なんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ？説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ？陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって陛下は警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中どうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるかわかんねえが、死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい、うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。君たちはとにかく頑張って。いつものじいじとちょっと違うんだ。なんだか元気がないみたいでね。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカ言え。そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。掘るから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。面白いもん持ってんな。これのことか？うん、帝国の奴らと戦った時に拾った。おお、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。あ、よし、組み上がるまでちと待ってな。うまく使いこなせよ。また違うのを持ってんじゃねえか。よし、こいつの部品も探してきな。改造か。いいぜ。オートの武器は中の海軍。しっかり持ってきたな。任せな。これだ。後で感想を聞かせろよ。うん。調子は改造か。いいぜ。シャキッとしろよ。なのよ。こりゃひどいな。よし、任せて。オーケー、任せて。これをこうしてっと。うん、よし、これでバッチリ。なのよ。どうする？好きな色を選んでね。ホイールカラーはどうする？今できるのはこれかな。どのステッカーにする？いいのあった？何色にする？これでいい？楽しみにしててよ。うん、注文通りに仕上がったよ。あそこの宿に泊まらない？なんかあんのか？夜は危険がいっぱいだから今日はそろそろ休もうよ。もういいぞ。じゃあそれでイグニスよろ。ああ了解だ。出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。さあな、どうだろうな。ま、いつか戻ることになる。そうだな、すぐにとはいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってだな。返させるし。ああ必ずな。あんたたち車持ってたよな。ああ、食材の仕入れを頼めないか。なんで俺が。まあシドさんが。シド、うん、何でもいいからお使いをやらせろと。いろいろあって帰れないんだろ。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないが持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。またじいじの試練か。シドも厳しいね。心配されているんだな。根性を叩き直してやるって感じか。シドだな。はい。ああ、やっと当たった。その声、王子だろ。無事？俺、D の。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ。時間があったら、ガーディナに来て。ガーディナね。どちらをお求めですか？またお待ちしております。よく食べたわ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお越しくださいませ。次の機会に。タッカが言ってたやつだよね。ああ、すぐ手に入ったな。お使いにもならねえぜ。彼の優しさか。せっかくだから届けよう。この味も結構イケてたな。オルティシエならもっといい店。ガーディナにようこそ。王子元気そうじゃん。まあな。船ごめん。王都の事件あっただろ。当分裏でも用意無理っぽくて。ええよ別に。あで今さ、新聞記者だけじゃやってけないからアクセサリー制作力入れてんだ。ふんでさ、今って暇なんで？報酬はアクセサリーで、そいつは原石と引き換え。ほら前と同じで探索を頼みたい感じ。よく食べたわ。場所をもう教えたよね。よろしく頼むよ。あっ、という感じか。ま、そんなもんだろう。相変わらずの威厳のなさだな。原石探しか。危険なとこなんじゃない？車はここに置いていこう。あいつが言ってたのはこの辺か？ああ、頼まれた原石を探そう。じゃあ、あとは届けるだけか。ああ、すごい。油断禁物ってね。グラディオ。さて。いや。大丈夫か？ああ、問題ないよ。くらえ。いや、大丈夫か？なんとか。うん、やった。あれ、死ぬんじゃねえぞ。無事で何よりだ。さて、どうする？正面突破。行くぞ。後ろは任せる。よっ、やばい。や、ほら、それ。よっ、はい。や、敵の後ろを狙え。よっ、上がってる。けど。終わり。ガディオ。問題ない。全員無事だな。先行こうぜ。ガーディナにようこそ。だってルナ・プレーナ様が作ったシルベなら大丈夫って言ってたよ。おお、さすがだね。王子とその他も無事？まあな。じゃあよかった。王子も誇りに思いなよ。これで世界の人々が救われるかもよ。なんで？普通一般人は夜なんか出歩かない。でもやむを得ずなんて人もいるじゃん。まあな。俺そういう人用にアクセサリー作ってんの。てわけで王子もこれ使ってみ。はい、約束通りの報酬です。じゃあまた来てよ。新作あげちゃうかもよ。お腹いっぱい。花聞くね王子。本当は記者の方が向いてんじゃん。王子やめて新聞記者かよ。でさ、探せる人探してて。ごめん、一般人にはちょっときつい場所。パパッと行ってきて、お礼するからさ。ご苦労さま。何時に集まる？またお使いじゃん。これまでの報酬を考えると悪い話でもなさそうだが。まあそうだけどお使いだよ。今日はどんな武器が欲しいんだ？また寄ってくれ。やったな、おい。ノクト、もうちょい喜びなよ。ルアーの重さをもう少し感じて投げた方がいいぜ。おお、腕が上がったんじゃないか。着いたぞ。俺はまず晩飯を食べないとな。キャンプにするか？よし。ほっ。ノクト、買い物は必要な分だけにしておけよ。分かってるよ。お前は俺の母親か。分かってるならいい。お？ああ、じいさんの指令か。頑張ってきてくれ。おお、持ってきてくれたのか。簡単すぎ。シドに怒られるぞ。そうだな。次に頼む時は情報屋としてもう少し難しくさせてもらう。だが手に入れてきてもらって助かった。代わりにこれをやる。料理して食え。ああ、買ってくるだけじゃねえよな。今度はちょっと骨が折れるぞ。つまり手に入ったら新しい料理に使う予定だ。できれば持ってきてほしい。よう、調子はどうだ。何か食ってくか。こいつらには迷惑してるんだ。よろしく頼む。気をつけてな。新しい料理を出すのか。そんなこと言ってたな。いいじゃん、気になる。さっさと仕留めてこようぜ。こいつらだな。とりあえず倒そう。気をつけて。敵は厄介だな。よし。ノクト、応戦しろ。はいよ。これならどうだ。なんとか入手できたな。痛む前に持ってこうぜ。真正面から行くのってさすがにまずくない？なんじゃ、後ろから突っ込むわ。で俺はそれに続くって感じで OK。 それでよろしく。気をつけろ。さてどうする？うれっ！さっさと先に行こうぜ。ああ。じゃあ休もうぜ。お、無事に帰ってきたか。ああ、これで何作るんだ？あんたでも食える。つまりそういうことだ。ぜひ注文してくれ。とりあえずこれは礼だ。料理してくれ。ああ、狩りだ。在庫が足りなくて。よし、任せろ。頼んだ。頑張ってきてくれ。ハッカなら自分で枯れそうだな。包丁でスパッとね。どこをやれば一撃で済むか俺たちより分かっているだろうな。怖えな。今日は何の用？どうする？また来てね。